田島地域の秋の味覚を集めた田島まるごと感動市が豊岡市で開かれ、多くの観光客でにぎわっています。田島地域の味覚や物産が一堂に会する田島まるごと感動市は今年で19回目です。会場では今月6日に漁が解禁されたばかりの松葉ガニの販売や、毎年大行列となる田島牛の焼肉など、新鮮な海の幸、山の幸のご当地グルメをたくさんの人たちが堪能。また地元の小学生らによる演奏も披露されました。感動市は明日までで、高校生が考えたスイーツのコンテストなどが予定されています。一方、姫路市では農林漁業祭りが開かれ、朝早くから新鮮な野菜や海産物を求めて長い行列ができました。姫路市大津区特産のレンコンを販売するブースは毎年人気を集めているほか、カニ釣りや動物との触れ合いコーナーなどは子どもたちでにぎわっています。やっぱり新しいもんやからね、皆さんあって毎年来てます。はい、まあ、もち米と白菜。農林漁業祭りは明日も開かれ、姫路和牛の焼肉が無料で振る舞われるということです。